グラベル今ガチタダでできるやん。毎日ゴミしか出なかったんだけど、今日初めて4つ出そたもわ、そもク虹ムっ色。てランダムのゴールド増加あったっけ？あれランダムドラフト、やらないけど無料だからガチャだけ引くマン。俺ね、見たら1500円ぐらい課金してた、最初に。ガチャえげつないからな。無料で遊ぶ。無料で、あれ、基本マラソンだから、ガチャだけやってる。メインコンテンツガチャだから。ガチャ。でーでーん。キャプテンズボール。キャプテンじゃない俺。みー。つまんないいいやつはやめろよ。だから超眠たい。無料でいっぱいスワ引いといてアニメ化して人増える頃にアカウロー。けどあれアニラとか弾けてないからダメですね。いやけどアドレスがさ、なくなっちゃってさ、おうるせえな、マジでイライラするわ。いかん。くそく見とで、ああ、できない。押せないよ。これ同時刺して。大体番一緒だな。けどこれが正しい姿だよな。はい。アイルテイクキャリー。なめ無てん手でかきないのはロタ。い。できなかったわ。悲しいわ。多分コマンドでいけるんだろうけどね。ミュートなんたらとかで。待ってヒーロー。何しようかな。ディスラ、えっと、デスプレやりたいな。チピックか。何やりたい？何もやりたくないんだけど。ピックドゥースって言っとこ。バーブー、バーブーって。おい、ジャガーノートとかもういいんだよ。そんな時こそテッキークソクレイ。雰囲気取れずに。なんか変な声聞こえる。ゼウスしたら、理系イでエやスってななっかったたらサポートやらされん俺、ゼウぞ。スだったらサポートでもいいもん。ピックゼウス、やったぜ。ゼウスになってる。あ、ジャガードと先飛んだよ。バカじゃねえの。そういうの後から飛んだよ。ゼウス取れや。サポートにもできるんだぞ、あいつ。どのレーンでもいけるんだぞ、無理やり。無理やり。そう、グラブル登録してるメールアドが飛んじゃってさ、今、直してくださいってお願いし。ゴースラダー、オフレン。OK。ねえ、You want スラダー？ I want スラダー。これさ、なんでスラダー取れって言ってるかっていうと、ベンジとでね、アーマリップされたくないからでしょ。すげえ、なんか、もう本当、なんかこう表面しか見てないけどそれでいいんだよね、多分あんま深く考えてもしゃあないし。フィックスラダー取れ。別にいらないんだけどね。キエアイスフィエ取れや、やってやるから俺が。俺もう覚えたから、ダガー買ってフォーススタッフないと、うるさしいやつ、スラダーは辛いって知ってるから。全番うるさ。うるさ取ってもいいけどね、オフレン。キエ、なんやねん、キエって。英語喋れや、殺すぞ。なんなん、こいつ、マジムカつく。サポート先取れ、っつって。アーマーレイプやりたくないでしょ、これ。ベンジとかそういう理由じゃなくても取るけどな。時間がない、っつって。
誰がサポートやるんだよって、この子呼んでサポートやりたくないから誰かにやらせようっていうその魂胆。どういうことやね。サポートやれよ、お前が。責オ任持ってキエやれ。のオーナイバージョンなのでは。キエ？ああ、そういうこと？ We have。これさ、ハグ？レッチドハグ？そのハグじゃないな。バンメイジザアンチメイジ。全アンチメイジ。お前、全しか言わんな。言ってないわ。ザアンチメイジだった。ディスラプター。オッキドッキ。オキドキ、ウルサファースト。ジャガーノートの敵らしい、ウルサは。カオリンやりてえな。カオリン取ってくんねえかな。これカオリン強くない？強いやん、これ。ビッグカオリン使う。無責任に。おい、誰がやるんだよってなった時、俺がスラダーやるから。カオリンできるやついない。どうすんだよ。くそー。悟空、来てくれー。なんか面白そうなテレビやってないかな。特になんもないね。平成落語心中、なんか終わったと思ったら新しい章に入ったね。心中か。まだ漫画続いてんのに、なんでこれで終わるんだろうと思った。最初カのオリ頃ン。見てないからな。買おうかな、落語心中。けど、絵があんま受け付けないんだよな。まあ、あんま関係ないんだけどね、見出したら面白かったら。最近4月は君の嘘を読み返して、もう1巻から泣けてくるな、あれ、結末知ってると。もう1巻、2巻、3巻、もう毎巻、毎巻、なんか涙ぐみそうになる。うう、これ溶け込んだ。悲しヒロアカのアニメ見た？い。見てない。もうあれ、漫画、ジャンプで読んだから別にいい。けど面白そうだよね、アメコミチックで。見てない。涙もろいおっちゃんやな。そうだよ。死んじゃうんやで、あれ。録画予約してんのかな。ガンダムと、8時から練習すんズルの？ズル。いなかったりしない。ガンダムと、ジョジョと、なんか絆でなんたらってやつと、あと、もう忘れた。いっぱい撮ったけど多分見ないんだろうな。ちょっとでも気になったら撮っとこうと思った。落語のやつすげえ後悔したし、途中から。撮ってたんだけど、もうおもんないやろうなと思って、1話から消してたんだよね。マ4ク話ロぐらいスから見見てほようしい。ぜ。あ、マクロスだったわ。けどマクロスさ、あれなんか、くどいやん。くどいっていうか、なんかこう、イライラせん、あれ見てて。このコアから取っていく感じ。 ビッグバラサポートやるらしい。バラナーとかもうクソアンチのディスラプターいないのに取んの、こっから。ディスキャップ ファック落語の評価高いね。絵柄的になんか女性あれ、向けな問題の集か書ないてとるじゃ思ねっえて見てなかっか。た。そうだね。俺もなんかあんまり気付けなくて、なんかマクロスは気が戦いかなかっ闘機が戦闘機モードで戦ってる描写が綺麗だったらそれでいい。た。まああと歌はね、いいよね。それぐらいかな。どっかにメモってた気がするんだけどな。あ、カバネリ、なんたらのカバネリ、坂本ですが、あと多分、マギーのシンドバッド見るかな、無双でしょ、どうせ。ヒーローアカデミア作画もええし面白そうやったな。テラフォーマーズどうしようか迷ってやめたかな。ヒーローアカデミアはもう知ってるからな、内容、最近読んだばっかだからな。あんまり、最近読んだっていうか、まあ、結構経ってるか、始まってから。けど、結構覚えてるからな、内容。あんまりなんか、見覚えない。アジンとかも見たけど、一回読んだことあったから、アジン。なんかで。満期で読んだんだっけな。自殺島とか、ああいう系のやつは忘れちゃうから、また見ようと思うけど。アジンとか結構単純だからな。けど、飛行ヒ機ーロ落ーアとカしデのミとアころよとかり見おたかっ馬たんがだけど。時の方が好きなんだけどな。大まかときって何？動物園のやつ？あ、あの人なんか、あれ。あれ面白く、あれどうだったかな。
嫌いじゃなかったけどな。ヒーローアカデミアも走行してると4部か。4部だね。だから落語が面白かったかな、この冬は。何見てたかな、ジンとね、落語とね、あとなんだっけな、忘れた忘れた。あ、もうそんなくらい。ドラゴンボールなんだかんだ撮ってるけどあんま面白くねえよな。あ、ジョジョ1話もう終わったんか。あるわ。ご機嫌ブラに終わっちゃったしな。あ、なんかいい感じに落ち着いたやん。え、いいのこれ。落語面白いの？今から見ても大丈夫？もう最終回やってて、次なんか2期が始まるんだって。超面白かったよ。1から1とか最初の頃見てないから、なんか子供時代かな、あれ多分子供時代と思うんだけど、回数的に見てないから漫画買おうかなって。すげえな。ゴールデンカムイやたら評価いいよな。買おうかな、買わんとこっかな。いいよな。なんか本屋行って割とギャグですとか書いてあって、やっぱいいかなと。なんか試し読みでさ、結構読めるやん最初。読めるけどさ、なんか割と設定ガバガバじゃないあれ。どうしようか、すげえ迷うんだよ。違うわ。ジョーカーゲームどうなるんやろ。ジョーカーゲームって何？なんかさ、もう絵でなんかさ、アニメ一覧俺見るんだ、なんか適当なとこでアニメ一覧みたいなの出るやん。でそれで見るやん。俺がスラダやるっつってたら、うるせえなマジ。ベンダベンダベンで、なんか絵とかそんで弾いちゃうけど。漫画人気あるやつは大体面白いな。テラフォーマーズクソだったな。テラフォーマーズほんとクソだったな、アニメ。次どうだろうな。マシになってんのかな。撮ってみてもいいかな。結構好きなんだけどな。買ってるからね、単行本。テラフォーマーズは。リベンジできるのかどうか、テラフォーマーズ。ジャイアントキリングってね、アニメならないな。ジャイアントキリングってアニメあったんだっけ。テラフォーマーズの実写見よう。実写はいいや。だから俺さ、映画見に行ってさ、なんだったっけな、なんか映画見に行って、なんだったっけな、あれ。なんか映画見に行って、あ、火星か。その時にさ、あのテラフォーマーズのやつの。テラフォーマーズは単行本についてきたおばもひどかったし俺あれ間違ってさ、存在してないことにした。間違ってさ、あのオーベついたやつ2冊買っちゃったんだよね。1冊まだ新品のままあるわ。野崎くんはもうさすがに返品した。3冊送料300円ぐらいかな。ジョジョリオンとかも2冊買っちゃってて、ミスって何冊買ったか見てなくて、もうしょっちゅう買ってるから言うてんの忘れてた。もうおしめいだ。ちゃってんだよ、ね、最悪だよ。だからジョジョリオンも2冊ある。なんかジョジョリオンはもう返さなくていいみたいな感じになって、ラッキーと思ったけど、別に2冊あってもなと思う。ダブった時のこの絶望感、なんかやたらまず漫画の方が急速におもんなくなったしな。テラフォ、そんなことないやろ、俺は好きだよ、楽しく読んでるよ。けど最初のあれはあの時の感じじゃなくなったね。このうるさいのが勝って言って不安しか感じないけど。不安しかない感じてないよ。いかにスタンして生き延びるかしか考えてないから。もういつになったら帰ってくんねん。こっちのチームやんけ。猿みたいにクワ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 クアイスフィエ。すげー間延びしちゃったよね。そうだね、その辺はねちょっと、あ、帰ってきてるじゃん。リコネクトしてる。けど最近また面白くなってない。まあ、俺単行本だから遅いけど。ガンツとかもなんだかんだで最後まで読んだな。わけわからんなと思いながら見てたけど。突拍子もないことしてくれるから好きだけどね。ワクワクみたいなのがあるか。話が面白いのが一番だけどね。
そうそう、映画館見に行ったら、ダケイミの首がガコンっていかれてた。で、その時のなんか、あまりにもなんか絵が、絵面が間抜けだったから、もういいやと思って。あいつアバンドしたの、こいつ。来月のあと単読んだ行の。本読んで、その時どうするか決めようかと思って連る。続だったっけ？楽しみ。東京グールの次が楽しみだけど、なかなか出ないよな。ドリフターズもまあ全然出ないし。もう今月でした。あれもまだ出ないよな。あ、そう、今月だね。ボールルームへようこそ。ボールルームへようこそもうちょっと最近読み返して。8巻、7巻って面白いな。8巻。これ絶対書いてるかな。もうピノイは何やってもダメ。これくっつかうんだっけ、俺。くっつかうんだっけ。これ靴あっても死ねるな。縦買った方がいいな。よし、これでいこう。そうか、ミッドがいないのか。マンドキングの方が良さそうだけどな、3番上げの。あ、て3番上げたら、いや、3番上げでいいと思うけどな。マイクロフこォンれ、ソフトバラのうまマイさクロにフォンかアクかっティベてるーテのィで、ド。もうは負けでしょ。もう無理でしょう。How can it be? 靴、いち早く靴を買おう。400円で買えるようになるから。シャキーンっつって。これ死んだら終わりやぞ。死んだら終わりやぞ。ドントダイやで、ドントダイ。おお。ドントダイやで、ドントダイ。ああ、やべ。うぜえ、こいつら。やめろ。やめろ。あ、ミスった。レンジ出そうと思ったら、思ってたんと違う。今このワールドに存在すらしないからな。アパレッションいなくてよかったよ。うわー、ニャンサーや。うわ、だる。分かってるし。マイクロフォンミューティッタワーがピカピカしてチカチカする。取れねー。取れねー。あ、これ丁寧に取らなきゃ。そうだ、俺これ適当にやってたけど、丁寧に取らなきゃやられるんだ。俺丁寧にやんなきゃ、丁寧にやんなきゃ。ふざけてる場合じゃない。あれ、フルしてんな、あれ。使われたわ。負け。エルコフターと変わってやれよ。クリープ、少ない時多分仕掛けてくると思うんだよね。こっちも減ったら。何してんあいつら。まあみんな揃ったら勝てるやろ。帰りまーす。
つらっ。何やこれ、でもなんであんなクレバーなことされないかんのや。嫉妬じゃないだろ、待たせてごめんなさいだろ。あいつそのゴミみたいな PC でごめんなさいっていうのが先だろ。盾買っててよかった、取れない、やるやん、取れないランスと言って、なんなんこれ、嫌いこのゲーム。よし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 、えい、爪切りに行ったらバラがミットやってるんだけど、なんで。知らねえよ、見てないやつが悪い。なんで爪切りに行ってんだよ、しっかり見とけよ、こんなに頑張ってるのに。分からしてやったぞ。そんなな、代理戦争が勝てると思うんだよ。正解、事務所ポイントあげます。なんか違ってる、なんかさ、こいつおかしくないけど。そうか、これあれか、あ、もうあれ切ってんのか俺。いや違うよな、なんかおかしくない、こいつなんかおかしくない、おかしいよなこいつ。あ、こいつさりげなくうるっ、嫌から接してくる。ちゃんとディスラプターとかやつに勝てるかな。何買ったらいいんこれ。とりあえずこれを、あ、ちょっと、はっ、あれが俺の生死を分けることになろうとこの時誰も思わなかった。あの木視界取れねえんだな、出ない。スタンしてやってもよかったんだけどな。なんだよ、何ピンしてんねんマジ、切れそう。定期的に猿が湧くんだけど、バラナチャージって何なんこれ、もうピンすんなって。魚来るのかな、魚じゃない、 なんだっけあれ。DP かワンドか、ポーション使ってんな。おい、エンバ育つぞこれ、攻撃力あんのに。なんでこんなラステップ取れてなかったんだろう、フコフコしすぎた。これいないな、ディスラプター。いやけどこれ演技かもしんないからな。おれ、バッシュ持ってるからこそできるこの強気。きた、ノーシャットアップ、もうピンすんなマジで。ビリプレイ、もうピンミュートさせてや、散る、気が散るだけ、気が散るだけ。こなー雪、これが 10% だ。分かったか、いや何回もやってるから、試行錯誤してるから、今まで貯めてたから。確率は収束するからな、今日かまずに寝た。いや俺も実際スラダにやられたんで、アンチメージかなんかやった時、あんな感じでずっとハラスされてレベル6になった瞬間アルティメイトつけてしばかれんの、めちゃ辛かったからな。ディスラプター相手に粘ってたのが良かったっぽいな。うるせえあいつら、多分横で別ゲーやったやついるやろ。靴できた後のこの攻撃速度よ、見てくださいこのお魚天国。おい、ジャルコブタ死んでんじゃねえかよ。一番防がれるからな、フレームガードで。うるさいの、これニワトリじゃないの。ニワトリは疑似乱数らしいから、雑魚で数回外した時だけ強気になるとかできそう。もうはやめてくんないマジ。あ、マジかよ。見えてるっつってんだろ。
うっしー。鶏もどたするんだね。うっしー。泣かないよ。リアルクーリエだろ。こここここここ。じゃあラコタ何しに来たん？見とく行こっかな俺。モトル買おうかな。いやダガーとホースタックって決めてるから。おいなんなお前ら何しに来たん、邪魔しに来たん。ちょ買い替えてもねえとつれえな。すごく見ねえかな俺に。ブリストルバックか。トップを圧勝してるからな。もうれや。もうこいつほんとセンスない。やめりゃいいのにドタ。なんで走らないの。外されちゃったじゃん。おやるじゃん、もっぱつぶれとけ。俺にくれなかったツボ入った。入ってんじゃん。地球しなそう。あれ犬だこれ。犬だ、吠えてんの犬だ。こう鶏かこれ。鶏と犬か。鶏と犬だな。コッコッコって聞こえてきた。これ鶏だな。あいつら動物みたいな声出してるね。これ小屋でドタしてるよ。スターデウバッテイかな。マジピンやめてくんない。何のピンなんそれ。もしくはコスコが口癖か。バシ出ろ。サウスパークによれば鶏もマジック・ザ・ギャザリングやるらしい。マジやるじゃんバラの。まああれぐらいしなきゃ気づかないやついっぱいいるからな、この世には。この世のなんたらはピンしないと気づかない。マジかよ、またかよ。やべ、アルティメイトつけたら、やだ。どれ、あれだ本物。逃げろ。8時からやるぞって嘘だったんですか。8時からやるよ。蹴りをつけてやるよ。帰ろ。ムックン、久しぶりにあの歌歌って。ヌーブミットじゃねえかよ、歌わない。ヌーブミットやん。あと20分で終わらせるから余裕だよ。もうあれ育つやん。サンドキングジャングル行けや。もう遅いね走んの。なんで俺が来るときに走っとかないのあの人。ジャイロプターこれ。走れや根性なし。なんで一番頑張ってるか文句言われなきゃいけねえんだよ、ザ子供がよ。めっちゃ死んでるやん。あ、いた。ジャルコタ何してん。もうファームしろやどっかで。すぐ死ぬんだから。すぐでチキンハートとか何のためにいるんですかね。そうだよ。ダガー買うまで死にたくねえんだよな。うわーはめられた。ダメでしょ。
ハロー無事を。はめられたでござる。あいつに学習しやがる。だが買うまで死ねないんだよ。マジうるせえんだけど。フェイント入れてこ。だが変えた。これダイブしたら死ぬやろな。けど俺はするぞ。雑魚ガッツってちゃったら、ほんま切れるわ。逃げろ。逃げろ。減らしてんだよな、こっちは。何しに来てるんこれ。 Why? Open mid! Fuck! ええやん。味方煽るやつなんて大抵雑魚だしな。俺イライラしかしない。ミートしよう。ピンニューとは呼ばるべ。これミートで全部いい。うざって、マジ。俺がスラダーやるって言ったのに誰がスラダー取ったとか文句言うやついるし。なんでピンミュートを実装しないのか。本当だよ。キリングスプリー。もうこう言って宣言して倒したか。もうさっさとミートすればよかった。めっちゃイライラする。イライラする。無音でやれば。イライラする。無音だったらスキルが聞こえないからダメだ。生かすしかいない。ドタはオフラインゲーム。めっちゃイライラする。黙れカス。あ、いいのいた。死んだくせ。これボットと一緒にやるか鶏と一緒にやるかの二択を迫られてしまう。見たけんなよマジ。もうエンバクソだって終わりやん、こんな。俺ならやれるな、あれまだ。出そかったろ。オースタークなんていらねえ。何してるん。あこくさ。なんなん、このゲーム。エヴァってこういう使い方あってるかわかんない。なんなんこのゲームマジ。イライラするわ。イライラしたらいかんのに。バッシュ。はい、勝ち。やはり運ゲー。このゲームは運ゲーである。エベア合ってるよ。合ってるよな。まあよく見る煽り方だからな。なんか重たいんだよな今日。ナイス無事を。やったぜ。エベア使うならノーブじゃなくてノーベストにしないと。ノーベストなあ。そんなメグ見たことねえぜってことか。お仕置きマッチじゃない。お仕置きマッチです。お仕置きマッチです。まあダズルでトロールしてしまったからな。ツケが回ってきたわ。TP してきたな、これ。オアスとなんちゃらエベアはちょいちょい見るね。ああそうだな。ああそれがね、いけた。だからなんか足りない感じしたんだよ。あれ 3だったかなって読んだよな。4文字熟語だったよな。 BKBB が丸そうだけどな。オ
倒すとか。お、あれ殺せるかな。ちょっと足を倒す。絶対来ないわ。面白いぞ。ちゃんと言うならよー、あれ、で、オアスト、ノーブ、アイ、ハベ、エベア、チェーンかなー。ちゃんと言うのは5文字ぐらいでしょ。なんかそんないっぱい打ってるの見たことないわ、あんまり。アベンジータ。あ、クリアいた。遊ぶの怒り浸透キーボードガチャガチャ好き。あ、なかった。ダガが上がってなかったわ。恥ずかしいとこ見られてしまった。ロル。チャンスで間に合わなかった。いや、フォースタックにしようかな。フォースタックじゃ死なないからな。マッドネス買おうかな。トゲトゲ出すやろ、どうせ。出さない、あいつ。クレバーだった。やだよ、ね、こった。フォーススタックじゃ敵は死なねえんだよ。そう、死なないんだよね。計算しよう。ジャガノの装備見て考えよう。いない。ロムしか持ってないもん。俺がキャリーになるしかない。ムーンシャード3個持ちを見たことある。ムーンシャードいいな。でそれいらんな。こいつ甘さ上げるもん自分で。あ、ここじゃないんだもん。前世の記憶。テルレルリン。ジュグダメそうだから開くかな。いや、でそでしょ。武器買わなきゃ。そして一瞬で解ける未来。悲しいな。クスあっても味方合わせられないだろうし、他でいいんじゃない。やめます。やめます。私に欲しいのは。だが、あクソ死んでんじゃないつ。帰る時間がない。なんかあったぞ今。なんかここにフロント線見えた。心霊現象だ。どこに置かれてんだろうな、ワード。まあ、ガンナ。食事はダメなの？ダメ。基本的に買わないことにしてるから。ビケビは嫌いです。ダクソさん疲れたんで無事に避難しに来ました。ダークソ見えないものを見ようとして。いや、ああいうゲーム俺無理なんだよな。俺さっき実は現実ずっと生きてると思ってどこにいるのかなって探したから、インビジしたけどまだいるのかなと思って、ちょっと上見たらもう死んでた。家があった。お亡くなりでした。チーン。こっちの方が経験値多いんだよ。基本的にレンジの方が経験値多いね。これで初めてやるから2時間で20回ぐらい死んでる。俺ダークソー、そう、死人ゲーム無理なんだよね。覚えられないから。やんなっちゃう。やんなっちゃうね。スラダー。毎日毎日僕らはシーサーバー。ピーノイット、ベトナム、ミャンマー、マレーシア。インドネシアを忘れちゃ困ります。とってもつらいものなんだ。なんだあのゴミ。もう負けやん、こんなん。さすがに今回は累計死亡1桁に収まった。8時まであと10分やぞ、はよ決着つけな。もうすぐ8時だけど練習は？見たことある。8時くらいって書いてたやろ。Do you understand? Understand? しかしひどいサバやな。サバはひどいよ。ちなみにボールルームへようこそ、バンバカリンっていうしね。8時くらい、8時半
監督がいなくてもアップ始めるんだよ。そうだよ。相手も同じぐらいひどいはずなんだけど、あと9分で終わらせる敵が。いや、こっちピックからがバカだったもん。もうバカしかいないなっていう。あのダズルの時にちゃんとやっとかなかったバズがここに来てきましたね。回ってきましたね。まあ、あれもちょっとおかしかったけどな。どうせ負けてたら。ダブーキュー。おお、監督来ないと何もできない指示待ちマンか。正直監督いらねえしな。いや、もう監督捨てるわ、オーナーにするわ。監督誰かにあげよ、あげます、譲ります。なんだよ、なら指示しか出せんのに貸すのだよ。まるで無料監督じゃねえかよ。あれ、すでに選手の自主性を試されてるんだぞ。あれ仕掛けたら多分誰か飛んでってやられるやつだから、やめようと。これ物理だからな、本当はこれかけてからやりてんだよな。エンズ買おうかな。なんだよ、監督がおらんときに選手同士で練習とかしないん。とりあえずでそ作ろ。そういうチームじゃないから。君お金の計算早いな。でそができるのどうしてわかった。アイテム捨てられるようになくな、捨てられなくなっただけマシだわ。スピブでなんかダゴン買って遊んでたらレシピ捨てられたからな。多分動画あると思うんだけど、絶対にスナイパー許さないマンっていう動画だったと思うわ。この辺から走ってて、この辺から行こうとしたらこの辺にレシピ捨てられたんだよね。ほんま辛かった。あ、来てる。ピルピルー。やだ、スワップしないで。これワンチャンあるの？あ、けどこっちから見えてるってことはあっちからも見えてんだよな。来てなかったらいける。あいつ一人だけならいける。デソ強い。あ、いいね。ちょっと遅いんだよね。もっと殺していけてたら強かったんだろうけど。ムックンだけ強い。俺だけ強い。あと雑魚。あいつ倒せねえよ。なんかね、もたつくんだよね。ロスの石な。ピンもまあまあマシなのにな。なんだこれ。俺のパンチ、デソパンチ、猫パンチ、デソでやめて。ランドキングはアルティメイトやっとけって、アルティメイトやっとけって。またレイバン来たぞ。アルティメイトやっときゃよかったのに。お、おみさしがいい感じで入らない。サンドキングアルティメイトどう何してんの、返せや。何してんの、誰やねん使ってんの。俺クソアロ、わら。アルティメイトでどんどん走っていけばよかったのに。味方ひでー。ディディーン。あいつディフューザル持ってる。今日ディフューザルしかないからゴミだぞ。これ買う、ガセルトにしよう。アーマーネートつれえわ、これ。ディディーン。あれ倒せるぞ、殴りてぇ。絶対負けやん、こんなん。絶対負けですやん。BKB 行こうとしてる。装備はまともだぞ。お前どうせ行ってる。ダゴンカーダメだな。ボススタッフだったらすごおって思ってる。ちょっとつ、ここまでひどい服そこまで見ないな。そんなことないよ。誰かの連れられてきたんじゃない。なんかオートアタック壊れてんな、これ。けどスキル打った後にスタンダードじゃないとスキル打ったと殴ってくんないよな。なんか近いやつを殴ろうとするから。いってー、これあ、死んだ。シャドウブレか、誰であんな稼がしたの、あいつに。柔らかすぎるこいつ。何してるお前ら、守れや。
デソか、デソパンチ、デソじゃねえや、シャドブレパンチ痛すぎるやろこいつ。180か、俺より強いじゃないかよ。終わりや、全部終わりや。キャプテンズモード時間取られるしイライラするからあんま良くないですね。この辺のレート帯はやんない方がいい。キャプテンズドラフトであれを引かないようにするだけだね。BC あれを引かないようにするだけだな。ガンズ2とかフリスタしかやってないからこれあれだな。そういう、そうやな。教育が足りてない。ボット行った真相じゃない、ベンジーないからいけるやろ。えっ、間に合わんかった。もうこんな盾なんて捨ててしまおう。クリティカル買おうかな。なんかさ、多分さ、これオートアタックのせいでさ、終わった後さ、こう動いたらさ、もう殴る動作してるからさ、なんか動いてない、動いてないってよく分かんないけど、何言ってるか分かんないんだけど、分かる。なんかちょっとなんかみんな挙動違うって言ってるの。それじゃない、これか。ウルトした時あれが見えるからだ。なんか HP バー見えるなと思った。全部物理なんだよな、よく考えたら。だからゴリッと減るんだね。フェイススゴイドの3番って場所だっけ、あれ物理か。ちょ、エンバー誰がいない、シャドブレイ娘がいないぞ。いたわ、いたわ、トップいたやん。なんでいるんだよこんなとこに。だが変えた、辛い。お、倒せんちゃう、あれ。サンドキングのこのブレない姿勢いいですね。雑魚。あんたか、三元安定者かな。どうしよう、もうこれ死ねるな。もうあんま変えてたのにクリ送らないから。誰なん、毎回毎回わけわからんとこにクリ置いてんの。これ最終戦争になったらワンチャン勝てるけどワンチャン負けるっていう、そういう感じやな。クレバーの方が勝つやつやな。早くプレートメールかわして。 STR の永遠の課題だからな、アーマーが低い。エンバー裏から行くぞ。味方にクレバーなやついないけど。俺だよ、絶対見てんだよなあいつら。あ、いないいない、天敵いない。アーマーババアしか天敵いないからな。敵に釣ってったなあいつ、許さんからな。ストアってなんでガチムチ勢なのにアーマー低いん。分かんない、 HP に振ってるからでしょ。アジリティはね、アジリティであれだから。待てと、意味不明なことを。すごーい、びっくりした、その時に味方やんけ。縦売りに行こう。みんな捕まってやんの。ガチムチはパンツ一丁だからアーマー低いんだよ。北斗の剣のハートさんみたいな感じなんちゃう。北斗右上なんたら剣くんなよ、これ俺のだからな。気をつけすぎると逆に風邪ひきやすいみたいな。あー、筋肉をつけすぎると動き鈍くなるで。俺ドラゴンボールに習ったもん。え、強っ。
見てからせこ。今すぐプッシュ。マジかよ。イエーイ、俺の勝ち。あいつなんであんな舐めたことしてきたん。2番で戻すとか。やはりデソレーターは正義。全然わけわかんない。敵がどこにいるかわかんない。アサリと買ってクリティカルか。ワンパンで殺せばどういうこと、どうということはない。バトルヒューリー買っちゃおうかな。ガバったけど勝った。変わってないよ、あれ。変わったように見えた。残念。それは私のお稲荷さん。なんだよ。モーション。ちょっと遅いな。めっちゃゴリって減って気持ちいいな、これ。お稲荷さんがガバガバってこと？お稲荷さんガバガバってどういうことなの？もうすげえ尿漏れじゃねえな、それはもう。もはや尿漏れではない。どこ俺いた？玉漏れ。あれや、爆笑問題や。あれなんか勝ったんだけど。あれ俺イージスどこ行ったん？あ、ジャガナット取ったんだ。あ、俺なんか落ち着けられてない？置けてなかったんか。まあええわ。別にそんな欲しくなかったし。取られるぐらいならって感じだったし。何してたかわかんないし自分で。割とガバガバだったんだけど、やはり敵も雑魚だったな、これ。俺が諦めずに頑張ってたおかげやで、これ。わかるか、こういうことだからな。折れない心、くじけぬ心だよ、くじけぬ心。くじけぬ心ってドラクエ6だったっけ。まあ、バラナもクソだったけどな。中身クソだったけど、内容、中身は、中身クソだったけど、まだだ。ぜひオールアイムビーファースト。泣き言言ってるぞ。喧嘩しろ、争え。よくやった。これめっちゃ下げるぞ俺。あんま15もなってるぞ。諦めたら試合終了だからな。なんだこれ。いつから味方だけが雑魚だと勘違いした。そうだよ、俺は知ってたよ。おい叩けよ、お前。相手2人見えてねえんだ。叩けって。手伝えや、死ぬだろ。あ、スタンしてくれんの。ええー、あ、逃げなかった。早く手助けろって。ティービーできない。プル、今のネタじゃダメだね。アルティメイトぐらい用意しとけや、危機感のこのカス。死んだけど。わらわら。あいつマジ使えねえんだけど。まあ、いやた割れたし、何も割れないで死ねりました。次何買う？もうシャドブレ買っちゃう？シャドブレインしてダグアウトする？グレードメールもいいけどな。ハートだがね。ブレードメールが良さそうだけどな。メダル、いや使いたくない、めんどくさい。アクティブアイテムはやだ。ワッシャーはダメだしな。8時過ぎてますけど。8時ぐらい。 Do you understand? モーンシャード Understand? 俺クリティカルにするわ。一撃必殺に磨きをかけます。このワンドとかいうお世話になったやつ捨てるわ。
ダメージ足りないでしょそれ。いや足りるな、1600だっていけんな。あいつクリティアルストラルが乗ってんな。 E3 でしょ、うまいやん。どこ使ったん。Back to the future、 未来にお帰り。足押すせこいつ。三元大社がなんか欲しいな。もう後でターゲット変えても遅かったわ。E押さなきゃいけなかった。強い。なんかいたか。もうなんなんこれ。死んだけど。なんなんこのゲーム。ムカつくわ。バイバクできねえし。見てなかったわそんな。なんなんだよ。今の見えてたよ。見てないよ。見えてたとか見えてないじゃなくて、見てないんだもん俺。そんなん、そんなん違うわ。俺は見てない。ワードが必要。ワードが必要。まあだったらな、生きてたのになっていうのが外人なんです。俺は見てないっつって。なんだよ、教えろよ、ワードがねえからだ。サポートいない。そうだな。だから俺は悪くない。しゃあねえな。グラドミア。グラダミア買わない。おほら俺が割ったタワーは無駄じゃなかった。ただサンドキングは無駄だった。あいつは何の役にも立ってない。あいつは無駄だった。ほんとゴミだった。何の役にも立ってない。ほら見て死んでるだけ。なんでサンドキングあんな文句やれないかんだよな。ラジクマラジコンされて勝ってんのかな。いつもスクイチオウサポじゃね。インディア違うよ。こいつはただの雑魚だよ。サポートとかいう概念じゃないから。勝ちが見えてきた。バイバイバイバック。あっ TP 買いすぎたのがここに来て聞いてきたわ。お魚天国。これ次ボットあれジャガノート瞬間見とけよ。次あいつらの順番だ。で俺たちのプッシュはね飛んだするから。しゃあ強なったぞ。クリティカルゲットしたで。スプスプハハハハ。ほらな。もうパターンよ。あらららららあらららら。あらららら。このチームめっちゃスタなっていいな。あらららら。車に殺せ。クリティカルクリティカルクリティカル。なんでそれは一人だと思ったん。いつから一人だと思っていた。一人だあれ。前から殴ればどうということはない。こいつは前から殴るって言いましたこと。やはりこれ多分野生の本能なんだろうな。一対一の時は強い。どうやって戦えばいいか分かってる。なんかいるらしいあそこ。これ体力なさすぎるんだけど。ただチームプレイは分かんない。スタンドプレイから生まれるチームめっちゃやってる。めっちゃイライラしてる。ええこれ。この辺絶対行ったんだよね。足押せこいつ。ギャンク行こうと。時空さん。元気？爆買い。爆買い中国人。来ると思うんだよね。ふい。ベンジベンジ。おわわどけや。そうそう。よくやった。折れたやつがワードカードゲーム。殴り殺せ。おいバシってるバシってる。あサンドキングアルティメイト。圧倒的成長。サンドキングのアルティメイトがこの見られるなんて。俺たちが生きてる間に拝めるなんて。こんなに嬉しいことはない。こんなに嬉しいことはない。もし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 サンドキング。サンドキングって何。戦いの中で成長してる。成長してるぞ。いや俺も祈る時間増えたわ。やったでー。
試合中にも人は成長しているんだわよ。俺だってボトムで死ななかったもん。こいつボトムで死んだけど、あ、これやれる。うん、あーやられる。おみさしさん、行ってください。つけてきます、あれ。スーパーイニシエーター。はい、あらら、お前いつまで踊ってんねん。ダガ上がってんだろうが、なんかしごや。見た、あれフォーススタッフがあったらもっと華麗に決まるんだけどな。華麗に変身、めっちゃ減るやん。俺のアーマー低下と君の攻撃力が合わせる最強に見える。勝ったか、勝ったー。やだ、完璧なバイスト。やだ、アイテムが大正解だった。大正解だ。フォーカス完璧に集めた。あいつはついてこれなかったな、この移動速度。さっさとミュートしてキャリー装備してよかった。我が家に向かってんだけど。フォーススタッフなんて、オカマアイテム買わなくて正解や。フォースの BKB もいらねえんだよ。あらいわてめえもしねえ。間に合わず、パーティーに間に合わず。あ、めっちゃ踊ってる。やったー。ヘイ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 スーラダーヘイヘイスーラダー。やったでー。ラジ君頑張ってよかったな、クソサンドキング。君には感謝してるよ。文句言わずサンドキングやって、まあ、俺ミートしてたんだけどね。あー、ひどいゲームだった。あれなんか買ってる。ひどい。